これから5つ質問が流れます。それからサムさんの日記を聞いて質問に答えてください。1月からのプロジェクトは何が違いますかサムさんは毎日日本語を勉強していますか サムさんは何が夢のようだと感じていますかサムさんの先生はサムさんに何を任せましたかサムさんの大変な時を変えたのは誰ですか今年はまだ始まったばかりですが、1月からいろいろなことに挑戦していきたいと思います。まず、 仕事でいろいろなプロジェクトを任されました。今までと似たようなプロジェクトを3つするのですが、今回は私がリーダーとしてチームを引っ張っていくことになりました。今までの経験を活かして、いいチームを作っていきたいと思います。いいチームがあれば、どのプロジェクトもきっとうまくいくと私は信じています。 この機会に感謝を忘れずにいろいろなことを学んでいこうと思います。そして日本語でもちょっとずつですができることが増えてきました。もちろん私の日本語は去年の今頃に比べて格段に上達しました。今日まで毎日休まず勉強してきているので 本当に嬉しく思います。そして、オンラインで世界中に友達ができました。日本語を使ってできた友達と毎週日本語で話せるのは夢のようです。友達みんなが毎日日本語を頑張っているのを見たり聞いたりすると、私も自然とやる気になります。 今ではみんなと一緒にもっとうまくなりたいと思うようになりました。それを先生に話したら、今月から勉強会のリーダーを任せてもらえることになりました。私は先生ではありませんが、みんなで一緒に勉強できる機会が持てるのはいいことだと思います。 私はずっと一人で勉強してきましたが、正直大変な時もありました。やる気が出ない時や伸び悩んだりする時もありました。それを変えてくれたのが友達でした。ただ日本語で話し始めただけですが、それだけで全てが変わりました。こんな気持ちをもっとたくさんの人に感じてほしいので、頑張って勉強会を盛り上げていきたいと思います。 1>, 1月からのプロジェクトは何が違いますかサムさんは毎日日本語を勉強していますかサムさんは何が夢のようだと感じていますかサムさんの先生はサムさんに何を任せましたか サムさんの大変な時を変えたのは誰ですか ?1 月からのプロジェクトは何が違いますかサムさんがリーダーになりました。 サムさんは毎日日本語を勉強していますかはい、しています。サムさんは何が夢のようだと感じていますか日本語を使ってできた友達と毎週日本語で話せることです。 サムさんの先生はサムさんに何を任せましたか勉強会のリーダーを任せました。サムさんの大変な時を変えたのは誰ですか友達です。